こんにちは、レオチャンネルへようこそ。本日もありがとうございます。インドの動物保護団体アニマルエイドアンリミテッドは、深刻な目の感染症に苦しんでいるまだ幼い子犬の救助連絡を受けました。犬の親子たちの面倒を見てくれている優しい方たちの話によれば、炎症を起こした子犬の目は他の子たちのほぼ2倍の大きさだったので、とても驚き、アニマルエイドに助けを求めたのだと言います。まだ遊び盛りのはずの子犬のその悲しそうな表情は、この男の子がどれほどひどい痛みに耐えているかの証でした。アニマルエイドに戻り、スタッフは痛み止めの注射を行い、抗生物質入りの点眼薬で治療を開始しました。まだ幼い子犬にもかかわらず、なんて我慢強い男の子なのでしょう。子犬は栄養のある食べ物とスタッフたちの愛情を受け、心も体も癒されていきました。あのまま治療されなければ、この小さな天使は目を失い、おそらく彼の人生の大きな楽しみを失ったでしょう。子犬は小さな兵士のように困難に立ち向かい、大きな愛情でスタッフたちに恩返しをしました。元気になったピーパーズに会いましょう。アニマルエイド・アンリミテッドの創設者、ジム・エイブラムスさんと共同創業者である奥様のエリカさんと娘さんのクレアさんは、もともとアメリカのシアトルに住んでいました。ブダイプールで多くの時間を過ごすようになった夫妻は、怪我をした動物たちが誰からも助けられず苦しむ姿を見て、娘さんのクレア・エイブラムス・マイヤーズさんと共に2000年アニマルエイド・アンリミテッドを設立しました。2020年現在、ブダイプール市とその周辺、様々な動物の救助、福祉、治療に向け100人のスタッフが在駐しています。アニマルエイドへの多くの寄付は、助けが必要な小さな天使たちのために使われています。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。